はい、えー、皆さんこんにちは金、えー、先物の,の、えー、っとチャート分析をやっているんですけど、えー、しばらくね間が空いてしまいましたえー、っと毎日まあ見てはいるんですけどやはりちょっと日々の更新はできなくなってきたっていうところで、まあ、こんな感じでやってるよっていう感じでまあ上げているというふうに、えー、理解していただければいいかなと思います で今日は、えー、と3月になりまして、3月2日の、えー、未明なんですけども、えー、市場最高値の一万円、1万28円だったかな、を更新して、えー、今もなお伸ばし続けていると、えー、1万60円を超えているような感じで、えー、大きく。 伸びたというようなところで、まあちょっと、じゃあこれはそこに至るまで、えー、間空いてましたけれども、そこまでのところでちょっと取りためていたようなものを振り返りながら、ザザッと、えー、やってみたいと思います。えっ、ー、と、以前のように細かくはやらないんですけど、えっ、ー、と、がん、えー、スクショしたが画像はいつもより多めに出てくると思います。はい、では行っていきたいと思います。 まず、えーと、こちらは2月19日の、えー、19時20分というところで取、えー、られたものですね、えー。日足、日足か、日足と言った方がいいですね。日足の分析で、えー、この辺りの線が、えー、三角持ち合いになっていて、まあ、一旦こうブレイクした後、落ちてから、まあ、上がっていく可能性があると。まあ、下がる可能性ももちろんあったんですが、上がっていくというシナリオで、 あのー、まあ、ここの、まあ、19日のところまで来てるという、割と読みの一つのパターンにはなってたかなというような流れですね。で、冷やしの中で、えー、聞いていたポイントとしては、まあ、これはもう出てると思うんですが、ここが、えー、2つ、あのー、並んでいるかのようにして抑えられていった、えー、というところと、 えー、ここもですね、ちょっと並んで抑えられて、ちょうどこの方針しているところが、あ、これ下げていくのかなというような、えー、ところが始まっている部分,部分になります。はい。で、この後、じゃあどうなっていくんでしょうというところですね。で、続きで見ていきたいと思います。はい。先ほどの、えっ、ー、と、 ちょっと縮尺が違っちゃってはいるんですけども、えー、冷やし、同じように冷やしですね、えー。先ほどのここなんですけれども、どうなったかというふうに、えー、見てみると、えー、まあ下げ、下げてる途中のスクショだったと思うんですけど、えー、21日、えー、の時点で、まあ、これ、あのー、祝日が、 あったりしましたので、2日分入ってたりして、ちょっとややこしかったんですけども、えー、ここで示したかったのは、まあ、以前から話していた、えー、三角持ち合いに、まあ、この部分ですね、この部分が三角持ち合いになっ,たなったよっていうような話をしてきているんですが、その時に聞いていたこちらの、えー、と下根を切り上げていくっていう時の、えー 抵抗線が伸びていってそこを起点として、えー、こう上,上にあの切り上げたというのが分かったんですね。なのでちょっと日足の、えー、割とこの辺あのー、1ヶ月分ぐらい半,半月分ぐらいにあのズームして、えー、集中して見るようなが柄で、あのー、見てましたけれどもまあ たまにこういうふうに引いてみて、えー、抵抗線がないかっていうようなのを見てみることも大事かなと思いましたね。ちょっと自分としては、えー、こう突き抜け内、内部の抵抗線っていうんですかね、う突き抜けた抵抗線が効いてくるっていうのは、冷やしでは、えー、ここまであのはっきり見つけられることはなかったので、これは割とあの面白い。 まあ、しっかり聞いてるのでね、しっかり聞いてるので面白いところかなと思います。えー、で、はい、結局、その、この下げがね、えー、よ,より大きい上昇相場、上昇相場を、まあ、この、えー、ブレイクによって、えー、裏付けられて、まあ、CPI 等で下げましたけれども、まあ、上昇相場になっていくんだな、上相場になっていくんだなっていうのが、まあ、この時点で、えー、よりはっきり。 ここ,ここがあの下がってきたことを返すことによって、えー、ここの、えー、気になっていた9770円台の、えー、高値もここで、まああのまあ、ちょっとあれですね、陰性にはなってますけど、えーまあ、ひ,げひげの部分でこう切り上げているのであ、上に向かっていくんだなというのがここでより明確になった。 シチュエーションだったと思います。はい。というところで続いて見ていきたいと思います。はい。えー、先ほどやや引いたところで、えー、こう、抵抗線がこうずっと効いてるよっていうところで、ここがあの跳ね返っていきましたっていうお話をしたんですけれども、まあ、そこをズームした。 えー、冷足の継続での冷足の部分ですね。で、えっ、ー、と、これは何をしようとしているかっていうと、ここがこう、まあ、気にされていた、ここの、えー、9770あたりをですね、超えていった後に、どこで抑えられるかみたいなのをこう探そうとして、まあ、やっているんですけど、これはちょっとあんまり意味がなかったですね。 はい、ただまあ、こういつもの位置で、いつもの位置というか、よりズームした位置で見るとこんな感じということですね。えーまあ、自分が表示しているその移動平均線なんかも、こちらで、えー、デッドクロスしてこう下がっていたところが、ここでゴールデンクロスして、えー、上がっているというところも、あのー そうですね、ここのゴールデンクロス、デッドクロスに関してはこうこう薄い、えー、幅だったと思うんですけどより大きくこうダイナミックに動き始めたな上に向かっていくなっていうのが、えー、より分かるかなと思いますはい、はいえー、続いては終わしになります先ほど えー、上にどれぐらい行くんだろうなっていうなのを、まあ、見定めようとし、まあ、上に力を感じてはいたんですが、えー、どこまで行くかっていうのはちょっと分からないような状況ではあったので、周足の方を見たんですね。周波足の方を見たときに、えー、確認できたのは、やはり同じように、これも何度か繰り返してはいるんですが、同じようにこの、えー、下値の切り下げと、えー、いうのが、 え引き続き聞いてるっていうのと、この3週ごとにえ高値みたいのをこう上げては戻して上げて、で、一段上、一段上みたいな感じで、まあ、来てるっていうようなリズム感ですね、週足でのリズム感っていうのがちょっと感じられるっていうのと、あともう一つ、MacD なんですけど、まあ、 数字はこう出ちゃってますけど、それぞれ設定あると思うんですが、えー、その史上最高値をつけたとき、えー、からの下落によってですね、MACD が、まあ、マイナス負の領域にいるんですよね。で負の領域にいながら、えー、負の領域っていうのはおかしいですね。 ゼロがここなので、まあ、プラスではあるんですが、このシグナルとの、まあ、デッドクロス側でいると。デッドクロス側にいるんだけど上がってきているっていう、こう、なんて言うんでしょう。引っ張るような、下に引っ張られながらも上に引きずり上がっていくような、じわじわ上がっていくような流れだったんですね。で、ここで抜けるかなというような、で、また抜けるかなというような、えー、やっぱり、 ここを見ても、まだ上昇のエネルギーっていうのは、これからさらに来そうだなっていう予感があ現れてたんだなっていうのが分かるかなと思います。はい、こちらはですね、21日の、えー、そうですね、16時半のいわゆるロンドン時間から、えー、ニューヨーク時間にかけてのお5分足。 になるんですけども、えー、っとそうですね、これはあんまりそんなに重要ではないですね。あまり重要ではないんですが、まあ、あの、平行線をいろいろ書いてみましたよっていう、まあ、微暴力的に取っておいたっていうふうに、まあ、ちょっと理解していただければいいかなと思います。 こう下がっていくものと、こう、まあ内部線みたいな、こういうものも、まあ、効いているような感じもするわけですね。ちょっとはみ出したら、それ意識されて下げるみたいなものは、こう出たことによって刈られる、刈られるっていうんですかね、草を刈るみたいな、そういう感覚もあるので、最近はそういう内部線に対して飛び出したものを刈るみたいな。 まあヒゲとなって残るみたいな、そういう感覚っていうのをちょっと最近は持つようになっています。ここに関してもそうですね。えー、飛び出したものに対して、えー、軽かるみたいな感じで転換が起こってるみたいな、まあ、一段下げ,下げるみたいな、なんかそういうような感じです。5、まあ、分足なんで、あれなんですが、ちょっとしたまあそういう動きが現れてるかなと思います。 あとはやはり水平線としてもこう,こういう感じで抑えられているところを飛び出したのを刈るみたいな。ひ、え、げ、ーまあ、がぼっぴょっと出ていったりはしますけど、実体としてはここで刈られているんだなっていうのが、ひ、ま、げ、あ、と実体の違いみたいなものも、えー、こういう水平の平行線、意識されているう化学帯みたいなものも、 なんとなくこう見えてくるかなと思うので弾いてみるとそこがあ意識されてるのかなっていうのが分かったりするかなと思うので、えー、まあこれちょっとやりすぎだとは思うんですけどまあやりすぎだとは思うんですが、えー、一つの練習として、えー、保存しておきましたはい えー、続きましては、これもあんまり重要ではないんですが、一応5分足なんですが、まあ、いつものものではなくて、えー、ちょっとごちゃごちゃしている印象になるかもしれませんが、一目均衡表と、えー、ボリンジャーバンドと移動平均線、エンベロップはまあ基準線として、えーと、シンプル MA を4本目で足してるだけ。 なの,なので、まあ、移動平均線が1本、あのー、足されていると思っていただければいいだけなんですけど、まあ、それを見てみたっていうとこですね。ちょっとこれ具体的に何を、えー、言いたかったのか <laughs> 忘れてしまっているようなとこもあるんですけど、まあ、先ほど言ってた水平線が意識されて、それをブレイクされて、そのブレイクされたとこまで戻ってを繰り返すみたいな。 まあそういう、こう、この線が一本引くと分かりやすいねっていう。で、三角持ち合いに対して、まあ、本来であればもうちょっと行ってからのブレイクっていうのもあるとは思うんですけど、早めにもう、あ、これ、どん詰まったなと思ったらブレイクしたけど、で、ちょっと早くないみたいな感じで戻ってるみたいな。そういう、なんかこう、ニュアンスが読み取れればいいのかな、ぐらいな感じですかね。はい。 はい、えー、また冷やしに戻ってまいりましたが、えー、日付の方がだいぶ進んでしまいました。ええー、と、あ、ちょっと違いますね。これが、ここがば、えー、ーっと効いていて、ちょっと、ごめんなさいね。えー、そうではなくて、ここが、こんな感じでしたよね。 こんな感じで聞いていて、これが跳ね返ったよっていうところで、で、まあ、ゴールデンクロス的なものがあって、まあ、上への力が強いよね、みたいなところまで、まあ、お話ししていたと思うので、えー、この足のところまで、えー、話が出てたと思うんですけど、これが陰線だったかなこの上がどこまで行くんだろう、みたいな。 ところで、えー、話が止まっていたかなと思います。で、まあ、この、これに関しては、えー、正直、ちょっとチューブラリンで、えー、まあ、上に行くんだなっていうところで、上の中で、なんかこう、浮いてる日だったかなと、個人的には思います。はい。ちょっと読みづらい、浮いてる一日だったかなと。ただまあ、 ここの意識されてた、あのー、97、えー、71を、を示すことによって、要線で終わっているっていうのと、ひげが両側に伸びていることで、えっ、ー、と、上にも下にも、まあ、チャレンジはしたよ、みたいなね、そういうなんか、あのー、冷やしの表現なのかなと、頑張ったよ、みたいな。 でも、こんなもんかなみたいな上。上とも下とも言えないよ。まあ、同じのがここにもでっかいやつがあるんですけど、なんかこう、ヒゲの上下が同じっていうのは、なんか、まあ、まあ、ここなんだっていうような意思表示をしているような感じに見えるわけですね。はい。まあ、それがまあ、ロウソク足一本の形としてのまあ見方なんですけど、で、まあ、 詳しくはもう省略になっちゃっていますが、ここですね、ここが、えー、一旦下がってきたところに対して折り返し地点になって、えー、やはりこの上昇が継続だよねっていうのが確かめられたっていうのが、ここでもう一回あったんですね。まあ、下チャレンジがちょっと,ちょっとあったと、これに関しては。で、水準を押し上げるような形で、まあ、この辺だねっていう、なんか真ん中を意識させるようなのがあった。 そうですね、この辺はちょっと薄いので、えー、私としても、あのー、印象が薄いんですがもちろん30分足5分足で、えー、と随時追ってってるのでその時の印象っていうのはもう持ってるんですけど、えー、まあ下がっていくのかなっていうのはこう。 さあ下がっていくというか下がる可能性がそろそろ山のてっぺんかなというのはこう薄くなっていくことで感じると思うんですね。その陽線の部分がこう丸,丸,められ丸め込まれているような感じですね。でそうすると、えー、あこの辺までかなっていうような陰線の東が陰線で終わっているのがずっと続いたりしてここでまあデッドクロスなんかも迎えるわけですけど。 ここでまあ、ぐっと最新の冷やしが返してるんですねで。これに関してちょっと多分説明したかったと思うので、この流れとしては、冷やしのうん並びを見ると、まあちょっとここでトップかなって思われそうなんですけど、まだぐっと盛り返したと。で、ここで聞いてきてるのが、えー、そうですね、ちょっとわかりづらいかもしれませんが、ここの、ああ、 下下値がが切り下がってるとこで反発が来る。これはですね、実体がここまであると見立てて、えー、こうしたときの、まあ、とも言えると、ここの差があまりないのでね、ちょっと線が太いので、これだと消えちゃうのでいけないんですけども、なので、まあ、2本こう書いてるっていうような感じですね。ローソクは1本、あのー、実体として見てっていう。 というのがここで書いてある2本目の,あの意味です。えーまあ、山のトップから押さえていくっていうのでもちょっと話してでも両方まあなんか微妙に聞いてそうだなっていう。まあそれでなんとかまあ説明できるみたいな感じですかね。のあのー、上昇のタイミングですね。もちろんそのこの上昇圧力っていうのを常に感じておかなきゃいけないんですけど まあ、あえてどのタイミングでって言ったときに、まあ、この辺りのタイミングかなっていうのを、えー、一つ、まあ、説明する根拠とするならば、こういうのがあるっていうことになります。うん、はい、えー。先ほどのものともあんまり変わりないんですけども、まあ、より大きく伸びたなっていうのが、まあ、わかるかなと思いますね。えー 9,800から9,900を伺うぐらいまで伸びてきてで私としてはこう遠いんですけどこことここでこの辺りが意識されるのかなどうなのかなまあどうなのかなっていうのをえー、まあ記録するために残したっていうだけですね結果は実はどうなったでしょうっていうのを次。 出しますはいえー、先ほど言ってたのとはちょっと違ったんですがえー、まあ9900をギリギリのところまで、えー、本当に最後の最後まで押し上げるという本当に力強さをここで見せてくれてえー、ここで一応 抑えられるという可能性をがある段階で、えーまあ、下げが始まっているというところでの、まあ、ロンドン時間が始まった後の17時43分というふうになってますけど、まあ、そのあたりで取ったものですね。だからこれがどれぐらい下げ得るのかなというものを、まあ、考えているようなあ時の、えー、日足の。 チャートとということになります、はいえー、先ほどの冷やしがどう,などうなりましたかという話は、もうここでは結果は出ちゃってるんですけど、ここで示したかったのはちょっと別の、えー、事案なので、えー、その冷やしのストーリーはあー別途お伝えするとしてですね、ここでお示したかったのは、えー、その後生じた、まあ、上昇の <laughs> 波がもうここに出ちゃってるんですけど、上昇がわーっと出てですね、ここにこう、こういう下げがあって、で、再び返していくという形があったんですね。で、これを、あのー、フラッグ、旗の形状っていう風に言ったりするそうなんですね。この、えー、今、ここで囲まれてる部分ですね。で、これは割とこう、 継続のパターンがあるっていうのを、えー、以前の、えー、動画のうんと3本立てのですね、えー、決め事とか原則とか計画みたいなものをですね、3ステップでやるみたいな、ちょっと長い各1時間ぐらいの動画を撮ったんですけど、そこでフラッグという形が結構紹介されていたんですが、 えー、実践ではあまり出る機会がなかったので、あ、ここで実践で出たなと。あ、こう、この形かと。で、継続なんだなというのが、まあ、ここで記録しておきたかった内容です。でもうちょい細かいことを言いますと、えー、早く気づいた人はですね、このフラッグの形に早く気づいた人は、もうここで買いに行ってるんですね。ですが、 ですが、えー、一回調整が来ますこう。こうしてですね。そして、えー、ここで、まあ、本格的にブレイクということで、あまさにこれは、あのー、こう、あ行くんだな、上に行くんだなっていうことを見てから、ここで入れるという意味で、これは非常に、まあ、いわゆる、 えっと、オセロとか、将棋みたいなものでいうと、この定石に当たるのかなというような形ですね。ただし、ただしですね、あのー、この動画の中で、えー、周足の部分に触れたり、冷足のところで、こう、かなりの上昇トレンドがある中で、っていうお話があったと思うんですけど、かなりの上昇トレンドがある中で、こういうフラッグ。 っていうのが出るというね、えー、いうねのがポイントかなと思います。今まではそこまでの、なんて言うんでしょう、週足レベルではこう階段状でしたよね。はい。まあそういうとこの、その相場感のこう雰囲気の違いっていうのが、まあこういう、これは15分足ですけど、こういう15分足の形状でも、まあ現れてくるんだなというのが、まあ一つ経験値として増えたかなと思います。 あと、まあ、なぜこういうのが生じるかというと、あまりにもまあ勢いよくいっちゃうので、えー、貝,貝の移動平均線みたいなものですねこ、この辺、この辺りですね、この辺りまでこう価格が戻りたくなるんですよね。で戻ってやっぱり、やっぱり継続で上だよねっていう、まあ、このチャレンジがあって、こう抜けると当然、あのー、反転になるんですけど。 まあこれに当たって確かめていいくみたいな確かめ確かめで結構動いてるんですよね。ここもちょっと早く息づいてまた確かめていくみたいなその確かめ確かめを、えー、と価格変化の中で確かめられるとあのより、えー、自,信をも自信を持ってというかその価格を頼りにしたプライスアクションとしてエントリーしやすいのかなというふうに、まあ、分析しています。 はい、それでちょっと冷やしの、あのー、大きいストーリーとは別にねこういうちょっと細かいところも差し挟んでみましたはいえー、と先ほど15分足で、えー、フラッグというものが形としてあるよということで、まあ、5分足とかの割と抵抗線をいっぱい引いたのを今まで見せて出してきているので まあ、そ,それで引いたらどうなるのかなっていうのを一応チェックしました。えー、正直、こう囲っているんですが、ちょっといまいち分かりにくいのかなと僕は思います。15分足の方がなんか綺麗に見えていたのかなっていう気はします。5分足になると、その各、あのー、陽線陰線の値動きの方に目がいくので、まあ、 この辺りの聞いてるのもわかるし、ここもわからなくはないけど、ここを突き抜けてった時点で目線が完全に奪われると思うので、これに結構引っ張られちゃうんじゃないかなと僕は個人的には思います。もしかしたらこんな鋭角かもしれないですし、あれは15分だからこそちょっとわかりやすく引けてた線なのかなというふうに思いますね。ただ、このあいわば魂、 になるようなものまあだましといっても確認というふうに言ってもいいと思うんですがまあワンタッチ基準にワンタッチしてからブレイクするっていうふうな言い方をされる方もいますしそのあたりはあのパターンとして、えー、あの体に染みつけていっていければいいんじゃないかなというふうに僕は思っています。 こういうまあヒゲのところで取るみたいなことを、まあ正直、考えるのっていうのはちょっと怖いとは思うんですけど、まあ、もみ合いだとすれば、こんなところで取れればね、すごいとは思うんですけど、まあ、あまりチャレンジしにくいのかなと、ね、ここ、ブレイクして下がっていくように見えるじゃないですか。この辺のあたりも、下げ、下げで入る可能性すらあるので、5分足だけ見てると。 えー、15分足とかでマルチタイムで、マルチタイムフレームで見てあげないと、まあ、あれ、あの部分が、えー、フラックとして効いているっていうのは、まあ、見抜けなかったんじゃないかなと思いますね。だから、こう、一つのタイムフレームだけに埋没しちゃうと、ちょっとまあ、危険うん、危険というか、えー、ミスが。 ミスというか見落としちゃう可能性もあるかなと思いますね。より上位の大きいところを抑えているっていうのは大事かなと思います。はい。えー、5分足と15分足でフラッグという、まあ、チャートの一つの形状を分析してみました。はい。でもちろんエントリーポイントとしては、えー、まあ、うん どちらかというと5分足とかだとスキャルピングの目線ですけどもしかしたらここで入っちゃってたかもしれないけどここでもみ合い的になってブレ,ブレイクしてるんであやべやべでここで損切りしてでここで入るとするならばまあここに見えてるだけでも、えー、これだけ取れてますのでここの下げここが下がってる分よりも まあ2倍ぐらいは取れてますよね。2倍ぐらいは取れてるので、まあ、こんぐらいのリスクリワードであれば、えー、十分別に下げて入っても、あの、元は取ってくれるんですけどね。あの、まあ、当然この上昇に乗れてれば、あの利益はどんどん増えていくんですけど、ここで騙されちゃったとしても、次のところでちゃんと切り替えて入れていれば、 いいというようなこともここからわかるかなとは思います。なのでまあ、相場に対するこう切り替える力、えー、対応力みたいなものも、うん15分で見透かせていれば、フラッグを見透かせていれば一番ベストではあるんですけど、まあ、されたとしても、5分足のスキャルパー、スキャルパーはやっぱりその、 なんていうんでしょうね。不安ドライバーみたいな感じでもう高速で対応していくっていう能力がもう求められるので、もうとにかく入ってでもいいから、上がってきちゃった時点で切って、えー、次のチャンスで、あ、ここなんだなっていうふうな切り替えができるかっていう切り替える能力ですね。スキャルピングをするならその切り替えの能力を上げなきゃいけないっていうことも、まあ、このあたりからわかるのかなと思います。はい。 というところで15分足と5分足で、えー、ちょっと比較して考察してみました。はい。まだ続いていきます。はい。えー、いよいよ今日の史上最高値のクライマックスのとこに、えー、行くんですけど、えー、と、ここだったかな。ここが効いていて、えー、まあ、陰線から入りましたよっていう、 先ほど図が1枚あったかなと思います。でどれぐらい下がっていくのかなと、えー、いうことを、まあ、考えていたようなのが1枚あったと思うんですけど、まあもうこの勢いがあまりにもあったので、ここの日、日足の、えー、移動平均にタッチした段階でもう上に行ってしまいましたね。えー、移動平均がこうなんかあったときに、ここに 当たって跳ね返っていくと、まあ、こう、深く刺さって跳ね返っていくっていうのもあったりはするんですけど、まあ、本当に、こう、これだけの要線が出たっていうのもありますから、えー、ちょっと下がってもういいでしょって感じでもうすぐ上に行き始めちゃってるっていう感じですね。 であの、その中でも、もうこの9950を超えたところからまた下げてきてるというような、えー、23時47分っていうような、えー、ものなんですけど、この辺りはちょっと攻防戦がありましたので、面白い攻防戦がありましたので、えー、そちらの方は、あのー、冷やしではなくてですね、別の方で、 あのー、詳しく見ていきたいと思います。この冷やしでチェックしようとしているのは、えー、おそらくここですね、これが効いて一旦跳ねた跳ね返したんだろうなというの。ただし、とはいうものの勢いありますから、えー、この辺まで行くのかなみたいな予感も この1本を引くことによって、これぐらいまでの伸びてもおかしくないな、みたいなことも、今ここでヒゲで抑えられてるんですけど、なんかまだ伸びそうな気配あるなってのを感じて、えー、ここでは上をうかがう線も引いていると。まあ、そんな、えー、23時47分のことですね。はい。 えー、戻ってまいりました。えっ、ー、と、15分足で、先ほどフラッグの説明をさせていただきました。それがここに出ております。で、そこに続いて、その3月2日の出来事として、やっぱり、あのー、アメリカの経済指標が2本あったということを、えー、少しお伝えしなきゃいけないなと思いますね。で、 これが微妙だったのが23時45分という、えー、ところですね。と、えー、24時ですね。なので、ここのタイミングと、えー20、ここのタイミングになるのかな。というのがありまして、ここ ここだったかなちょっとあのこの後出しますので、ここのすごく今のこの段階では深い部位が見えるかなと思います。つまり、先ほど一生懸命この説明したフラッグに対して確認して上げを取るっていうのは正しいんですが、このヒゲのところで一旦利確理覚しておかなきゃいけないっていうのが、えー、正解ですねっていうのが、あのー、まず1点目のお伝えする内容ですね。 なぜなら、えー、続いて、あのー、重要指標があるので、えー、大きく触れる可能性があるので、あのー、手締ましといた方がいいんじゃないかな。15分足としてはですね、なんかそんな感じっていうのがわかるかなと思います。そうとも言えないっていうのは、この後、あの別の角度のものであの示すんですけど、あのそれはあくまで、ど、どこでエントリーしたかのシナリオで、 変えないようにっていうのはあの原則としては大事だと思うんですけど15分足では、えー、まずここで理確をしておくことっていうのが一つ目そしてこの重要指標で下げて上がったっていうこれは何なのかっていう話をまず、えー、続けてしたいと思いますはい、えー、ということで、えー、3月1日 23時45分、こちらが、えっ、ー、と、あのー、発表になったものなんですが、えっ、ー、と、実は PMI と、えっ、ー、と、この後出てくるものは非常に似ていて、まず何なのかということの、まあ、おさらいという感じなんですけど、まあ、アメリカの、えっ、ー、と、製造業とかサービス業の会社さんの、えー、購買担当者。 ものを買う人たちがまあアンケートをするんですね。で、アンケートでそれがまあ、だからいわば、うん、会社の、会社の人々の声を反映した数値ということで、シンプルに捉えると、えっ、ー、と、50というのがまあ真ん中ですね。50がひ0から100の、0から100の、えっ、ー、と、 指数で表現されていて、50を基準にしていて、景気が増えいいのか悪いのかっていうシンプルに言うならばそういうことかなと思うんですね。で、まあ、予想が51.5って景気まあまあ、えー、いいよに対して52.2だったので、よりいいよっていうのが23時45分に出たんですね。ということは、金はどちらかというと、えー、と保守的な感じで安全材料みたいな。 感じになるのでじゃあ金売っちゃおうかみたいのが、まあ、入ってきたっていうふうに理解できるかなと思います。で、その後二24時に出てきたのが、えー、どうだったかっていうのをちょっと見てみたいと思いますね。はい、そして、えー、こちらが3月1日24時にまあ出たもので ISM。えー IS M と言われるもので、えー、こちらもまあ購買供給管理ということでまあの役員なんかこうちょっとこの指標に関しては僕も完璧に、あのー、どういう風に違うかっていうのはまあ理解できないんですが市場も正直、あのー、振り回されているのかなというふうな印象があってちょっと内容がもうちょっと厳密な解説ができればいいんですが そこまではあの、えー、理解に至っていないんですけども、まあ、役員さんが同じような形で、えーまあ、300人以上って書いてありますけれども全米ですね同じく全米なんですが、まあ、アメリカの景気を判断する材料として製造業の方が、まあ、生産したり受注したり在庫価格雇用など、まあ、いいのか悪いのかっていうふうに で、先ほどと同じですね。50を基準にして、えー、0から100。50を上回ってれば景気いいよ。50を下回ってれば、あのー、景気悪いよ、みたいなことなんですよね。だから、49.5、まあ、半ばちょっと割れるぐらいかなと思ったら、あれ、さっき景気いいって言ってたはずなのに、予想より下回ってるじゃん、みたいな、この、 なんて言ううでしょうギャップですね、さっき景気いいと言ってたはずなのに、あれ、景気悪いのみたいな、役員さんとその購入担当者でちょっと違うの、判断がみたいな、なんかそういうギャップが、えー、ここであの市場の動向からも見て取れるということで、まあ、アメリカの市場に結構振り回されているっちゃいるんですけど、えー、数字だけを見て解釈し、こういうふうに市場は解釈したんじゃないかなっていう話をすると、まあ、そうなのかなと。 いうふうな、えー、私なりの今の解釈です。はい。ということで、えー、そこのお、まあ、アメリカのお景気判断の指標が出たことによって、えー、先ほど15分足で結構深い 部位が見られたんですが、あのこれ、60分足になります。60分足であの、大きくちょっと俯瞰してみようよっていうとこですね。そうしますと、えー、1日の、あのー、そうですね、10時、10時の段階で大きな陽線がありまして、そこからですね、そこから、あーまあ、実は、 この60円ぐらいまで、この後、あの、いってるんですけど、えー、ここから、まあ、ブレイク、方向を切り、明らかに方向が変わってますね。で、まあ、こういう要請に対しては、確認が来ているので、まあ、あくまでこれはスイング、スイング、デ,デートレードというよりは、スイング的な目線で考えた場合なんですが、 確認が来るので、ここですね、このタイミングあたりで入っていって、で、まあ、これはのらりくらりでどうなのかなと思うんですが、ここに対してもすぐ反発していますし、先ほどのこれに対しても、実は60分足のこの水色の移動平均線で返してると見ると、えー、まあ、持ちこたえられなくもないのかな。この辺はちょっとのらりくらりでえる、あのー、 にえー、と握力っていうんですかね、グリップ力がちょっと求められるんですけど、結果的には、あの、移動平均線はブレずに、あのー、上の方向に行ってますんで、まあ、もしかしたら、これのブレイクを、このブレイクを見極めて、あ、上行くぞという、これ明確な意思だなっていう風に感じて、ここでエントリーできていれば、えー、まあ、あのー、 この辺の、まあ、翌日どうなってるかなって見,見たような段階で、ああ、大きく上に上がってきたなっていうところで、まあ、このどっかの段階で利益ができ取れていれば、こう、かなり大きくですね、えー、取れている、えー、相場になり得ているというところですね。スイング的に見ると。その価格としては、えー、これが9830円。 で、まあ仮に今この時点で1万30円ですので200円、200円取れているというふうになったとすると結構ね、大きいスイングになったんじゃないかなとは思いますね。この要線を取れればですね。はい。なので1時間足を見つつ、ちょっと俯瞰してみると、まあ意外と、えー 先ほどのディープな谷もですね、鋭角な谷も、まあ、この角度から見たら、まあ、持ちこたえられるのもないかな、みたいなふうに見えるかなと思います。ただ、もうちょい細かい、えー、スキャルピング的な動きで考えると、うん、え回避すべきところはいっぱいありましたねっていうところは、先ほど述べた通りになります。はい。で、まあ、えー このスクショしてる時点で、えっ、ー、と、1万28円ですね。1万28円っていうのが、まあ、ここにあ,あって、それが前回の思いっきりこう、えー、わーっとお祭りだみたいな感じで、十二月の、去年、昨年の12月にわーっと、えっ、ー、と、ひげをつけて、すぐガーっと下がっていっちゃったんですけど、まあ、そこで史上最高値をつけたところを、まあ、超えたので、 えーまあ、それを記念に、まあ、記念撮影みたいな感じですかね。<laughs> はい。それで撮った。でも、でも、やっぱりその、市場は勢いがあるときは、それでも伸びますので、えー、まあ、60円まで伸びていったと。30円以上を押し上げたということになりますね。で、まあ、その市場最高値を記録してというか、まあ、えっ、ー、と、まあ、 以前の動画の中で円とドル、そして金という、まあ、この三角関係について話しているので、最後にですね、それを記念に、まあ、三角関係を振り返りつつ、えー、よくここまで市場価格また押し上げましたねということを、まあ、喜ぶのか喜んでないのかわかんないですけど、まあ、ちょっと話のネタにして、えー、説明できればなと思います。 はい。えっ、ー、と、その三 <laughs> 角関係の話に行く前に、まあ、せっかくこの大きなね、ブレイクがあったので、えー、それを5分足の方でも一応、あのー、見たいと思います。はい。どんな感じに見えるかなと。エントリーポイントをもし探していくとしたらっていうとこですね。ただ、ごめんなさい。これも通常あの、2円ベースで、あのー、 このグリッドが表示されるんですけど、なんとですね、これが、えー、10円になっています。なので、この底から底みたいな、えー、のが、えっ、ー、と、まあ、1万60円までいったってことを考えるとですね、もう5分足ベースでもうきっちり取れて、えー、いれば、なんと、まあ、150円と、先ほど200円ってのありましたけど、 えー、それはまあ、こっちですよね。さらにこっちのスキャルパー的な、ああ、失礼しました、えー。スイングトレーダー的な200円なんですけど、なんとここだけで、えー、5分足だけのスキャルプベースでも150円取れてたという、まあ、まあ大きい相場になってたわけですね。なので、まあ、メモリがもう、通常2円のところが10円じゃないとちょっと収まらないということで、えー、結果的にこの、 1>, えー、1万60円以上あのオーバーでいってるんですけど、で、先ほどフラックって言ってたのがここの部分ですね。フラックに対して押し上げましたよ。でそれに対して、えー、p m i ですか。p m i の指標で、えー、下げが明示され、で、ISM だったかなにの、まあ、あれですね。 製造業の、アメリカの製造業のお2つの指標でちょっと振り回されたけれども、えー、より後の重要指標の方が強いというところで、これだけ持ち上げられたと、アメリカの市場の動向も含めてですね、えー、というような5分足での流れになります。まあ、12時の手前の時点で、こう。 上がっってていいくかなっていうのは見えますよ、ね、で、その時点で上がっていくなっていうのがもう分かったら、エントリーチャンスとしては、まあ、もういずれのタイミングでも入っていいっていうような感じかなとは思います。その2つの関連性を理解できていれば、より良かったかなとは思いますね。ええー、まあ、後の指標の方で、より重要な。 ものとして打ち消されたというような感じかなと思います。あと、この、まあ、トレンドが、えー、と継続したということも言えると思いますし、いろいろなあの状況がやはり上昇方向だという意識で良かったのかなと思いますね。まあ、5分足で見た場合もですね。で、えー、とこちらが MacD になるんですが、MacD はまあ ちょうどこの辺で、えー、クロスして、まあ、こう山なりにな、あ、ちょっと汚くなっちゃいましたね。マックリーンのとこでちょっと見ると、ここでまあ、えー、エントリーの目安になるような感じで、こっからですね、こっからエントリーをみたいな感じにはなってるわけですね。ここですね。ちょっと今ずれましたけど。 あと、この山を見たりするので、まあ、こう下がってるなーっていうのは、これ、真っ黒特有なので、えー、通常はこの辺のポップのとこで、この陰線あたりで終わっちゃったりするので、ここで利確しちゃったりするんですね、あの弱いときは。なので、ここで終わっちゃったりするんですけど、これはもう本当に強いので、 こういうふうに、えー、移動平均線の差なんですが、その差が、まあ、小さくなっていくっていうことも、あの、より強いトレンドの場合には起きるよっていうのも、えー、なんとなく覚えておきたいとこだと思います。そして、これは、え二、ー、段目はストキャスですね。あ、オシレーター系が3つ並んでます。はい。えー、こちらが、MACD。一応、オシレーター系の、 せっかくののサンプルなので見ておきましょう。えー、こちらストキャスですねストキャスティクスっていうあのー、オシレーターなんですが本当は20とか、えー、下のところは20上のところは80みたいのがまあ基準になったりするんですがちょっとこう画 <laughs> 面の都合でちょっと足腐れちゃって <laughs> いけないですけどまあもうこういう局面ではもう本当に100っていうのはもう もうこれ以上ないっていう、0から100なので、これ以上ないっていう数値なんですが、もう本当にここにへばりついたような状況になっちゃってるというだけなので、もう本当にこの、こう返していったっていうところだけ確認して、あとはもう本当に超スーパートレンドの時は、こういう細かい足に関してはもう、えー、気にしないっていうふうにしないと、えー、オシレーター系の場合は、まあこれもそうですけど、気にしないっていうオシレーター系に関して、 超スーパートレンドの場合は気にしないっていう要素を、あのー、なんだろうな、覚えておかなきゃいけないんじゃないかなと思います。こういう、あのー、えっ、ー、と、反転ですね。反転に関しては、こう、割とストキャスなんかは、綺麗に反応しているっていうのは見れるんですけど、えー、どちらかというと、スキャルパー的な、あのー、使い方になっちゃうと思います。 あのストキャスに関してはですね。逆にへばりついてるっていうのは本当に強いトレンドなんだなっていう、まあ、この、なんとなく、まあ、これも同じようにへばりついてはいるんですけど、ただまあ、あくまでゼ1 0 0の割,割合的なオシレーター系の数字なので、もう幅が全然違いますよね。ここも確かに上がってはいますけど、えー、まあ、なんでしょうね。50円ぐらい。こちら150円なので、 あまあ、このとこまでです。あまあそうですね。3倍、三倍の差があるんですね。同じへばりつきに関しても。だからまあ、やや下がっているっていうのも、まあ、見受けはられはするんですけど、まあ、これもやや下がってはいるんですけど、まあ、あんまり気にしなくていい部分に関してを解説するっていう、ちょっとまあ、気にしなくていい解説っていうね。気にした方がいい解説と、まあ、気にしなくてもいいっていう解説も、まあ、両方あるのかなと。 まあ僕も気にしちゃって入れないとかいうのもあるので、まあ、そういうのも一応、あの、記録として残しとければいいのかなと思います。えっ、ー、と、ただしですね、最後に出てくる RSI は意外と、あのー、これ、五分足に関してはいい形状をしてるなと僕は思います。えっ、ー、と、これはちょっと僕の中で、えー、こだわって、この赤、えー、水色、緑、 っていうふうに3本の移動平均線があると思うんですが、えー、RSI この3本の平均線を同じ数字でえっ、ー、と揃してます。そうなるとその平均線に対して、えー、どれぐらいそのオシレーター的なうーん売られ感、買われ感みたいなものがえっ、ー、とまあ、指標としてあの見やすくしてくれているまあ、コクピットの中の一つのまあうん、K ケ、ケ、あのー、ケー度っていうんですかメーターですね。メーターだと思っていただければよくて、まあ、そのメーターを自分の中で揃えてるっていうことなんですけど、で形状としては、ここで、えっ、ー、と、クロスしてますね。で、ここのクロスはここなんですね。で、やや早いですよね。で、これが RSI のいいところ。おいやなので、パーフェクトオーダーを、 えー、ちょっと早く、この点がちょっと汚いので、今消しましたけども、パーフェクトオーダーが、ちょっとこの3つの点も消しますね。えー、パーフェクトオーダーがちょっと早めで見れるんですね。ちょっと早めでこう見れる。っていうのがいいと思いますし、えーまあ、この赤の方は、 えー、価格にもうべったりなので上行ったり下行ったり割と、あのー、するんですけどくぐったりするんですけどまあここのここでもうパーフェクトオーダーをまあ確認できるっていうのがあるかなと思いますで50ぐらいをえ指標にし、まあ、指標0から100の指標って今日 <laughs> まあ出てきたんですけど重要指標として、まあ、そ,れそれとは違うんですが、まあ、RSI の指標も教えた、ー、系 スストキャスも0から100の中に収まっていいるというところでマックでは違いますね。マックでは違うんですけど、移動平均線の差みたいなものを計算するので、あの0、100ではないんですが、えー、形状として、ふわーっと上がっていって、こっちも上がっていくみたいなね。これが、この上がっていくっていうのとまあ対応しているわけですね。だから、ここの形状っていうのは非常にこう、 えー、僕にしてみればなんかこう気球みたいな感じで美しく見えるですね。はい。<laughs> まあちょっと言ってることが通じるかわかんないんですがまあそういういろいろな指標の程度の、うん、どういうふうに触れるかみたいなのもいろいろ見て、あのー、体感を深めているというような感じでございます。はい。 最後の話にちょっと差し込んだのがもう一枚あります。はい、ちょっとなな長くなって大変恐縮なんですけども、えー、まあ、あれだけの、えー、まあ、150円という大きな波を、えっ、ー、と、まあ、あれですよね、ローソク足っていうのも、まあ、一つ価格の変化ってものをこう、積み重ねたものなんですけど、うん、よりこう、 細かく見ると、本当にリアルタイムのティック、あのチックタックのティックみたいな感じで、針が動くみたいなもので見る、それはもうリアルタイムでしか見れないわけですよね。なので、まあ、自分のツールの中で一番細かいっていうと、1分足なので、そのまあ、もう明らかにもうバーッと上がってってく、上がってっていると、60分足とかで見るとですね、もうひ,ひっきりなしに上がっているっていうふうに見える。 ものも1分足で見たら、あまあ、えー、あれですね、積分と微分みたいな感じですね、より細かく分析していったらどうなるんだろうっていうのを、一応、1分足というものを表示してみたところ、まあ、ちょっといろいろ分かるかな、分かるというか、うん、感覚値として、こういう感覚を持っていてもいいんじゃないかなと思ったので、ちょっと示してみました。えー、まあ、先ほど来のここですね、これが、 えー、まあ上がっていったのが、えー、5分足とかのとこでブレイクあのー、まあこれが23時なので23時なので十三時45分これですねここのあたりでちょっと下げられたのが例の指標ですねで12時の指標であのー、ガーッと上がっていったのかなと思いきや 割とここでごちゃごちゃしてますよね。あれみたいな感じで。で、5分ぐらいして、本格的な上昇に入っていった。だからあくまでこれは、えー、細かい目線でいうと、かなり細かい目線でいうと、この下げの、あのー、移動平均線に対して、戦い、戦いというか、抵抗線として、 あのー、ぶつかってるわけですよね。で、戻したりして、で上、本当に行くのかなみたいなのを確かめながら行っていると。だから、ガーッと上がっていったようだけど、より細かく見ていくと、意外とこう、小さな工房がね、ここにはまあ、あるんですよね、こう。なので、そういう、本当にこう、ガーッと上がっていっちゃうように見えてるときでも、小さい工房を見つけて、えー、入っていくと。ここもそうですね。 もう1分でこれだけ、えー、5, 円5円以上上がっているんですが、それに対して戻っていったときに、えー、ここは 12,、えー、と12時20分なので、まあ、切りのいい5分ぐらいのタイミングで、えー、入っていくと。1分単位でいうと、ところどころこういうふうに陰線がね入っているんですよね。えー こういうところでねなので、あのー、もうほんまにガーッと上がっていくように見えている中でも、細かい、えー、寝動きというのが起きているんだなというふうなことで、まあ、1分足からまあ読み取ってみたというところですね。そんなにもう本当にあのー、細かくエントリーとかはできないですし、こういう1分足のところに対して、マック D をこれ、反応して。 上下上下とかやることに関しても,も本当これは意味はないと僕は思うのでこれに関しては意味ないと思いますただ、えー、5分足とかのよりはこの水色の線に対してこう効いてるポイントこことかこことかこことかに関してはまあ ほぼ見,見ないので何とも言えないんですが、えー、より細かくエントリーチャンスを探りたいときには、まあ、表示してもいいのかなぐらいに思いました。要は、超勢い相場の場合は、こういうヒゲの上とかで掴むのと、こうぐっと下がったところで掴むのと、まあ、ちょっと汚いですね。ちょっと戻します。 ここで掴むのと、途中で入ればいいですよ。あ、本当はまあ、こういう切り替わったタイミングで、こことか、えー、こことかがもうベスト中のベストなんですけど、こことかでもありうるかなと思いますし、こことかでもありうるかなと思います。ここで入るより、ここで入る方が、この1分足でこれ、今、5円で出してますので、マスが、こう小さいように見えて、 結構、ここでエントリーするのとここでエントリーするのがだいぶ違うんですよね。10円、えー、以上、10円近く、ここは違ったりしますし、ここも5円ぐらい違ったりしますので、えー、こういう小さい工房も大きいトレンドの中で見逃さずに、まあ取る、取っていくっていうのが、まあちょっと上級者というか、あんまり細かいことはやりたくないんですが、 エントリーの位置としては、見極めていってもいいのかなと思って、この1分足っていうのをちょっと持ってきました。はい。ということで、ちょっと最後のストーリーをさ、あのー、歴史的なものに対していろいろ、あのー、三角関係しゃべるよって言った後、あのー、2つ話を挟んじゃいましたけれども、えこの後ですね、その、え九、ー、1999年かなだから、ここ24年ぐらいの三角関係について、 えー、チャートを見ながらちょっと話をしてみたいと思います。はい。えー、ということで、えー、私が、まあ、金の価格を見始めたっていうのは、もう本当、ここ1年のことなので、えー、2022年の年末ぐらいから、まあ、今、2024年に入った3か月目なんですけど、 えー、それぐらいしか、まあ、見てないんですが、チャートとしてはですね、えー、まあ、現物の金としては、まあ、えー、買ったりは、ちょこちょこ買ったりはしたことはあったんですが、うんと先物のトレードとしてはなかったので、えー、かなりね、ベテランの方のいろいろ分析あるかと思いますので、あのそのあたりはちょっと恐縮なんですけれども、はい まあ一応私なりに、えー、勉強がてらということで、ちょっと動画を撮らせていただいてますので、えー、見ていくと、まあ、こちらがまあ基準となる何パーセント相対的なものですね。でえー、と例によって、こちらが、えー、US ドラーと、えー、US ドラーと,、えーと円ですね。ドル円になります。で、えーと オレンジがニューヨークの、えー、ゴールドと。まあ、これも何回か動画でやってきているんですけども、えー、そして、えーまあ、東京にさせていただきますけども、まあ、大阪で本当はやってるんですけど、私は一応まあ首都、首都ということで、まあ、アメリカの首都はあのワシントンなんですけど、まあ、金融の中心ということでニューヨークですね。 まあこれもまあ大阪の方がいいのかな <laughs>。はい。まあすいません。細かいことは。ちょっと置いておいて。日本とアメリカの市場の、まあ、コメックスと、えっ、ー、と、東京の TOCOM ですね。ちょっとなんて読むかごめんなさい。えー、略称があるかもしれないです。で、それをちょっと見ていったときに、えー、この、 ちょっと字小さいと思うんですけど、655%、えー、615% 65、なので6倍、7倍というような、えー、金価格が、えー、この25年ですか、この25年で達成されてきたということが分かるかなと思います。で、この、まあ、これについてはもう、 あのー、より細かい30分足とかでやってはいるんですが、このギャップですね。ニューヨークの金と、えっ、ー、と、まあ、これはあんまり良くないな。ニューヨークではなくてですね、あれあ、間違えた。消しゴムにしますね。ニューヨークではなくて、 ドルにした方がいいですね。これは。はい。そうさせていただきます。ドルのゴールドと、ドル建てのゴールド、円建てのゴールドというふうにさせていただきます。で、そのギャップが、えー、一応ですね、一応このドル円、ドル円を、これもちょっと US を消させていただいて、ドル円ということで、ドル円を見ることによって、なんとなく見えると。 ここ、明らかにドルが安いですよね。なので、そのギャップがちょうだいであると。ドルが高くなる、ドルが高くなることによって、えー、まあ、このギャップ関係が変わってきたわけなんですが、まあ、相対的に、えっ、ー、と、ここの私がまあ見るようになっていた、 間にニューヨークの、ニューヨークっ <laughs> 失礼しました、ドル建ての金は、ここ、割と高値圏っていうのは、まあ確かにここで、あのー、24年で高値、あのー、お二人ともっていうか <laughs>、仲良く、えっと、ドルゴールドも円ゴールドも、まあ本当に出場最高値更新してるんですけど、 まあ割とドルに関してはこう高,高値がこう今までも2020年代、まあ、コロナと言っていいのかなとは思うんですが、まあ、ゴールはかなり高値で取引されてきたそれに対し円建ての金はまあ本当に特に2019年以降のずっとビーっと伸びててるこれがまあ円高 ではなくて円安ですね。円安と相まって、まあ、こういうことが起きているっていうのが、まあ、面白いことかなと思います。で、なんて言うんでしょうね、相対的には、あの、2023年の時の、あの、円、ドル円 より今の方が、あのー、円安なんですね。なので、より相対的に金が、えー、と高くなっているっていうことがここからわかると思います。ここのギャップなんですけど、史上最高値とこの割合で表示されたときのギャップですね。相対的に高くなっているっていう、えっ、ー、と、わかりますでしょうか。はい。まあ、金の三角関係の話はまあ、 前もね、動画で撮ったことがあるので、えー、ここ25年の、まあ、チャートなとしてはこういう感じなんだなと。うんまあ、最近の私の学びとしては、必ずしもやっぱりその、動きとしては形状が似ているっていうお話は30分足とかで見ると割とあの反っているよという話はさせていただいたんですが、まあこういう、えー、年単位で見る、月単位で見るものも、おまあ大まかには 似てはいるものの、こういうところですよね。もう全然違う動きをするときも相対的に見るとあるということは、えー、忘れずに、えー、思っておきたいかなと思います、えー。そうですね。この円のギャップ、円とドルのギャップ感についてはもう一枚だけ出して、えー、終わりにしていきたいと思います。 えー、これは週で出したものになりますが、えー、より円先ほどのちょっと細かい小さくなっちゃったところ、円,円高じゃないですね。円安が、えー、より顕著にこう見えるような、こちらがドル円ですね。ドル円で、でこちらが円建てのゴールドと。こちらがドル建ての ゴールドということで、こう、かけ離していっていると、相対的にですね。なので、これは2018年ぐらいをベースに、過去5年、6年というふうにさせていただくと、金価格は円の方がえ相対的にはより大きくあの増えているというのが、このギャップがえ円高の 円安の影響をもろに受けていって、この幅感っていうのがよりこう図として大きく表れているよねっていうところがお分かりいただけるかなと思います。はい。えー、三角関係の話、はい、もうこれ以上に <laughs> させていただきたいと思います。ということで、えっ、ー、と、以上でね、あのー、今日の、あのー、 えー、史上最高値をお疲れ様でしたということと、まあ、実は日経平均も史上、日本の、あのー、史上最高値、もうちょいっていうところに <laughs> 来たようなので、えー、そこもですね、あのー、失われた30年とか言われてますけれども、まあ、お金はこう中央銀行がすってくれていて、まあ、私たちの生活へうまく役立てていくために用意してもらっているものなので。 有効利用していきましょうと。で、まあ、基本的にインフレするという前提で吸、あのー、っているものなので、株もお、まあ、金もですね、えーとまあ、ビットコインとかも非常に今上がってっているんですけど、900万円とか超えていってるんですけど、あの半減期というような形で金も、まあえーまあ、宇宙には金があの中性子性がぶつかるとかで。 なんか生まれてってはいるようなんですけど、まあ、そのメカニズムとかも非常に面白いなとは思うんですが、まあ、地球に限ってはまあ一応有限というふうになっていますし、まあ、ビットコインも有限というものなわけで、あのー、中央銀行がする紙幣に関しては、まあ、有限ではあるんですが、増やすことができると。えー、無尽蔵に増やすわけではないんですが、 増やし続けていく中での経済をの豊かさを享受していくというのが、まあ、方向性としてあるわけなので、えー、お金を貯めるというよりは価値を貯めるという意味で、まあ、インフレ時代に、まあ、日本も入っているので株が価値を、うん、担保するとか、まあ、金が価値を担保するかわからないんですが価値が上がっていっているものと付き合っていくという、うん、世界に、えー、日本もなっていくので うん、そこからうまく教授、うん、皆さんできればいいですねっていうふうには思いますし、まあ、上がっていくというも,ものは人間の成長の本質でもあると思うので、まあ、そういうところとも合致してより健全な、えっと、精神で、えーまあ、日本も発展していけばいいなみたいなのも思った、えー、そんな今日は一日でした。 はい、なんかもう一つ話そうかと思っていたことがあったような気がしたんですが、あ思い出しました。えっ、ー、と、ま、今ちょっと用意している、えー、コンテンツとしては、まあ、以前に出したコンテンツは3部作でテクニカル分析を3ステップでちょっと深掘りするみたいなのをやったんですけど、えー、性格とか、えー、能力とか、 精神分析みたいな、そういうちょっと内面に深掘りしたようなものを、またちょっとコンテンツを作ってみたいなと思っているので、またお楽しみにしていただければと思います。あと、孫昌理大の、えー、ポイントについても、なんか本を読んだりして、また勉強して、これもちょっとお伝えしたい内容だなというようなのがありましたので、またコンテンツをね、えー 出せればなととと思いいいますはい、ということで自分自身がまあ成長していくために、えー、こういう形で動画を撮らさせていただいています。はい。ということで、長い動画になりましたが、えー、皆さんの発展もお,お祈りしております。それではありがとうございました。